レオナルド・ピエポリレオナルド・ピエポリは、スイス、ラショードフォン出身で、イタリア国籍の自転車競技選手。サウニエル・ドバル・スコットに所属していた、1995年にプロデビュー。長年にわたって、山学豪舎として、活躍を続け、1995年のツールド・スイスで、山学賞を獲得。2006年のジロでイタリアでは、 ジルベルト・シモーニのアシストとして貢献。峠で彼が先頭に立つと必ず集団が崩壊すると言えるほどの強力なと反力を見せつけて区間に勝を挙げた。2007年のジロでイタリアでもシモーニ、リカルド・リッコのアシストとして活躍するとともにマリア・ベルデを獲得。グランツールで待望の山岳王に輝いたほか第10ステージにおいて勝利した。 前年の校長ぶりからエースとして、総合成績を狙って走るよう、下鬼から提案されていたが、チーム内に、エースが乱立して混乱することを嫌いこれを誇じ、アシストに専念していた。一方、同年のブエルター・エスパーニャでは、果実号により、山岳賞部門で、トップに立ったまま、第12ステージを前に帰京した。 2008年のツールドフランス第10ステージは、ピレネー山脈越えのステージであったが、終盤にチームメイトであるリカルド・リッコ、フ安ン・ホセ・コーと交往して、アタックをかけ、自分が抜け出すチャンスにも常に、コーを待つ走りで、アシストの仕事に徹しながら、最終的には、コーと二人で他の選手たちを引き離し、ゴールでは、コーと、同タイムの一位となって、 ステージ優勝を遂げた。同時に公募の総合順位を大きく引き上げることに成功した。しかしその後、立候補のドーピング疑惑の発覚により、所属するサウニー・エルデューバルチーム全体が第12ステージで出走を取りやめたため、ツール・ド・フランスから去ることとなった。また、その翌日の7月18日、チームの倫理規定に違反したという理由で、 リッコと共にサウニエル・デューバルチームから解雇されたが、同月20日、リッコが使用していると見られるものと同じ薬物を使用していたという事実を告白した。2008年10月6日付の BBC ニュースによると、シュテファン・シューマッハとと共に、同年のツール・ド・フランスにおける血液サンプルから、セラの陽性反応が発覚した。 サイクリングニュース2008年7月20日付記事ツアーロックドバイニューポジティブテストありがとうございます